ライフジャバーグの上にエイルを含む9人の召使いと共に座っているメンブロズローランス・フレイリクによるエイルはコナルド語で援助や慈悲という意味のある北欧神話に登場するアース神族の女神であるフルエッタでは最良の医者とされているエイルはまたワルキューレの一人でもあり死者を蘇らせる能力と結びつけられている彼女は全ての治療に精通しているが 特に薬草に詳しく、死者を復活させることもできたという。また彼女は、リフィアさんに住み、フリックの召使いもしていた。また子、エッタに収められる、スビプターグの歌という詩では、下の巨人メングロズの召使いとされている。医師の長として、エイルは、医療従事者の講演者となっていた。彼女は、肉体的な治療だけではなく、精神、感情、 霊的な治療も行っていたとされる。彼女は訪ねてくるすべての患者に治療を施したが、秘術を授けたのは女性だけだった。そのため、スカンディナビアでは女性だけが治療術を知ることとなった。エイルはスノーリストルルソンのエッタにも少しだけ触れられている。彼女は女神が列挙される中でも3番目に名前を挙げられ、優れた医者だと紹介される。 ありがとうございます。